足が多かったな、くびれが。もともと配信でさ、一回やったらさ、めっちゃ個人観点入ってきて、そこからやってんだよ。難しくてありがとうございます。本当に趣味だった。みーちゃん、シングルマザーか。はい。ちょっと勉強したりするから。うん、タロットのやつだみたいな。シングルマザーで。何個食べる？配信で稼ぐってこと？3個でいい。3個？これ大変だわ、子育て。配信で稼げなかったら、キャバクラで稼ごうとしたんですよ。配信で稼げなかったんで。で、体験入って行ったんですよ。配信していいって言うから、キャバクラの。コロナもらいました。ああ。で、もらって別れました。それちょっと入れに。じゃあ、キャバ戻るまでちょっとまだ時間かかります。お姉ちゃんにも、病気のお姉ちゃんにも移しちゃったんで、コロナ。で、重症化しちゃって、救急車だったんで。コロナで別れたんだ。コロナが原因じゃないんですよ。うん、コロナにもなっちゃったことによって、相手の体温も悪くて、うん、相手なってなくて、私と娘がなって、対応が広くて、帰ってこなかったもんで、私がブチ切れて別れました。うん、はい。泣いてるの？泣きそうだもん。いや、泣きそうじゃないよ。眠いかな。クローズかけてた。あ、さ、スーさん、まゆさんから、まゆちゃんありがとう。あ、まゆちゃん、皆さん、バキュンバキュン、まゆちゃん、あなたが入れちゃったけど、8位まで入れちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ありがとう。8位に入れてください。パニックコウジさんの下でいいです。パニックコウジさんの仲いいんで。あ、ごめん、置く場所がないな。りーちゃんさ、ゼロワの隣で食べたら一番切ってるんでさ、あのテーブルがあのここでいいかも。いや、まゆちゃんの彼氏の隣でめっちゃ食えない。ゼロワさんからありがとうございます。ありがとうございます。8位食い込まし、そういうゼロワのとこにあるから、そこで、ね、そこに醤油とか。じゃ隣のも離れればいい。うん、おいしい。いやいいよいいよ。おいしい。うん、おいしい。じゃ本当に触らないし触れないし、あの近づかない。いいのに。近くにもこれいらないの？いろんにあげちゃう。あ、あげていい、あげていい、あげていい。あ、じゃあ私食べなきゃ食べなきゃ。でも冷めちゃったけどいいかな。うん。いいよ、でも配信持ってきなよ。雑。配信は？あのブラックバスじゃないんだから。実は三人でやるし。あ、兄ちゃんじゃあの。ごめんなさい、私の砂肝もニンニクね、まゆちゃんがね、すごいね、食べて。こんな美味しかったんだ。抱えてね、タッパ抱えて全部食べてくれる。バター、ニンニク。裏返すると他人と繋がるから、なんかそう他人の闇をなんかめっちゃもらっちゃう。最初持ってきてもいいんですか？そう、あ、そっか。よくないじゃん。それで結構具合悪くなっちゃったりとかする。あ、だからなんか闇感じんの。私から。え、なんか目が笑ってない。ありがとうございます。本当笑ってるけど目が笑ってないんだよ。他人の傷をいっぱい知ってるからかな。あ、私の冗談で先に届いたの。あ、危ない。りんちゃん、りんちゃん。あげれるよ。危ない。落ちちゃう、落ちちゃう。何落ちる？どうしよう。私餃子いっぱい食べたので。そう、でもね、パワーストーンは良くない。どうぞ、ありがとう。マリちゃん、ありがとう。あんまりやったんだけど、いいですよ。あ、丸いのを置いてて。あの、違う、あの、透明のさ、あ、水晶だけとかの方の、あ、浄化される。久しぶりなんで、スクショ撮っときます。いや、まだあるよ。あ、食べたかったら。あ、ありがとう。大丈夫、大丈夫。大丈夫。金梅さんファミリーですか？誰ですか？ミコちゃんね、体調悪いんだって。ナンバースリーやってます。はい、チーズ。私なんかみんなからお金だから集金してるわけじゃない。ナンバースリー。ワンは誰ですか、金梅さん。ツーは。でもすごい当たってるからさ。その次。金梅さんに言われたいんですよ。その次やってます。あ、でも金梅さんに言われたいんですよ。なんて。はい、りんちゃん。やってるよ。やってるの。ゼロワンが言ってたよ。ヨーグとゼロワンが金梅ファミリーに入るのに。どんだけ苦労したか。なのにお前ね、すぐに金梅ファミリー、お前なんか金梅ファミリーじゃねえよってゼロワンがりんちゃんのこと文句言ってたよって金梅さんから聞いたんですよ。お前のこと嫌いだって。
妥当じゃないですか。まあ、そんなもんか。いや、俺らの時代とか、はい、そうそうそう、こんな感じで稼げない人だったから苦労したんだよ。可愛がられてるでしょ。はい、で、すぐファミリーに入れてもらったんでしょ。いや、入りました。それは怒るよね、やっぱ。だから、あのゼロワさんからさ、キンバイファミリーは認めないし、うん、ま、私のこと嫌いだって言って、嫌いじゃないけど、まだちょっと認めてないかも。そうなんだよ。あ、俺がっつうか、多分リスナーもそうだったの。でも、キンバイさんは認めてくれてます。金梅さんが認めても多分リスナーが認めてない気がする、はい、よく小林さん来てくれますよ。ん、小林さんよく来てくれます。小林さん、うん、変な感じだね。金梅さんのリスナーさんだけで、ね、小林はファミリー、小林じゃない、小林さん、小林、金梅さんのリスナーさん小林って言うんですよ。みんなどう、金梅さん認めてくれてますよ。りんちゃんね、金梅軍団、金梅軍団です。いや、みんなが認めるんだな。じゃあほら認めるけど、ね、私はね、金梅さんにもう一回戻っていいですかって言ったら、いいよーって。でもなんか一回抜けたんですけど、結果だとそんなことないし、ほら、新八さんとバーベキューした時に死ぬって言ったら、てめえみたいなの嫌いなんだよって言われたんで、前回のことはもうやらないんで、もう一回金梅ファミリー入れてくれますかってコメントしたら、いいよー、おかえりーって言ってくれました。優しくてさ、金持ちのイケメンとさ、金梅さんすごく心が広くてですね、幸せなわけじゃないから、うん、あ、50本りんちゃん、バンジー行くでーって、ありがとうございます、グレートナイス。そしたらアンチ消えるでーって言ってくれて、 ありがとう。全然まともでできる、楽しんで、ポキはりんちゃんのアンチを消したいだもんで、一緒にバンジー連れてくって言ってくれてるんですよ。なんか山あり種ありがさ、好きな人も多いから、ね、今度行くんだ。はい、あ、なんか、うん、この間はマサヤさんとつもりだったんですよ。マサヤさん一回トラブルだったアカウント消したじゃないですか。そういう中心だったんですよ。いや、この人だからマサヤさんとか中心だったんで、次どこ行くか分かんないですけど、車出しますよって言ったんですよ。車持ってるの？私持ってますよ。運転できるの？もちろんゴールド免許です。あ、そうなんだ。はい、めちゃくちゃ、この間7月の7日に免許更新行ってきました。ねえ、誰がやらないかなみたいにできるんだ。ずっとゴールド免許です。自分の車は、あの、いらない、誰が、7人乗りで、自分の主観じゃん。7人乗り、はい、いいじゃん。 KP です、乾杯です。金梅ファミリーとは認めてもらってませんけれど、乾杯です。 KP です。やめてね、これもう前の待ってだから言える。リスナーさんがね、認めてるんだったら、金梅さんが認めてるんですよ。うん、はい、あ、ごくありがとう。金梅さんが一緒にバンジー行くぞって。嘘、そう、はい、じゃああれだね。大丈夫、聞いちゃうみたいで。あ、や、2キロ太りました。間違えた。あの、私167センチの普段51キロなんですけど、いじめんのやめて、マジで。おやすみ、おやすみモード、おやすみ。泣いちゃったよ。どうした、ツナちゃんの悪口ブロックね。ブロックしてってるからね。ツナ、うん、ツナどうした、だから泣いちゃったから、ちょっと前コメント聞いちゃってるみたいな。ツナ、ツナどうした、どうした、ツナ、何もしない、うん、やめてください。ツナ、ねえ、何、見てなかったわ、普通に見てなかった、ごめん。何、あ、違います。これは、あの、自分のスクショを撮っただけです。おすすめに載ってないっていうのを運営さんにこう言おうと思って。ああ、ね、ごめんなさい。はい。ちょっと泣き止んだもん。うん。今何人ですか？泣いてる、本当に。300、200。泣き止んだ。嘘泣き？ああ、嘘泣きか。嘘泣きしないで。嘘泣き？じゃあ、そういうことで。僕は終わるんで、ね、皆さん。おのおの好きなところ。つなちゃんが一番結果良かったらしいよ。おのおの好きなとこ行ってください。成功してるらしいね。ちょっと追加数終わります。みんな見てもらった中でつなちゃんが良かった。でも確かホームレスから行くと成功してるみたいな。金梅さんの嬉しそうな。そう思うよ。みんな見して。そう、成功って人によって違うから、ね、レベルは。金梅さんのこの嬉しそうなに。あららら、はい。できてるの二人は。いい感じじゃん。あ、まあ、でもこの時はまだね、ないのが泣いたんで、いいん、うん、今いないんで、はい、これから付き合っちゃえば、
金梅さんでも多分ね、私分かるんですよ、金梅さんの子さんなんで結構な。でも子さんって言ってもどうしたのかな、どうしたのかな。え？ミンゴ書いちゃった。ハンマーいけるからね、リンちゃん付き合えるじゃん。いや、私ね、金梅さんがあの里見さん時代から見てるんですけど、うん、私みたいな人間は金梅さんの好みじゃないんですよ。全然ね、本読んでいいじゃん、よくないんだけど、そのいろんな人に占ってもらったら覚えたな。こうやって書いて